成長状態の SCP-836 上から見た構造。アイテム番号、SCP-836。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル、SCP-836 の活性サンプルは湿度 5% 未満の空気で満たされた2層のクフアップケースの中にあるガラス状に保存しなければなりません。内部ケースは定期的に極端な白化及び損傷の兆候がないか検査し、必要ならばパネルを交換してください。損傷したパネルは摂氏950度を超える熱で5分以上熱して除染され、その後は一般廃棄物とされるか元材として使用されます。内部ケースが破られた場合、外部ケース並びに保管室全体が同様の熱処理を受ける緊急対象となります。SCP-836 サンプルの保管ユニットは、他 SCP ユニットの構造やインフラ網との接続が禁じられています。未収容の SCP-836 が発生した場合、地域のインフラ網は遮断され、感染した建物の最低200メートル圏内の地域は避難が命じられ、処置28、するとの対象となります。推奨される偽装。軍事衛星の落下予測点。SCP-836 発生の 2km 圏内の地域は14ヶ月間、さらなる発生を監視されることになっています。SCP-836 発生の危険性が指摘された地域の建築規則は、築70年以上の構造物の計画的な建て替えが確実に行われるよう編集されなければなりません。説明。SCP-836 は粘土やレンガ、コンクリートに発生するある状態を指定したものです。ただし二次増殖の影響は今までに知られている建築材料のほとんどに及ぶ可能性があります。発生要因は現在の研究課題となっていますが、築年以上の建築物で SCP-836 の出現が急激に増加することは知られています。SCP-836 の初期状態は材料が1日平均グラム成長します。質量の増加は周辺材料の密度低下と一致するように見えます。変形は吸湿性です。さらに、初期段階の成長を刺激すると思われる、データ削除済み。SCP-836 の解析により、内部は個体層と多孔質層が交互に並んだ構造となっていることが示されています。この段階において、構造の脆弱部の安全性が失われることを除き SCP-836 にほとんど危険性はありません。稼働中の配線と接触した SCP-836 は成長状態に入り、まず金属メッシュが変形面から成長し配線と接続されます。しかし、実験ではこれは実際には上層を通じて成長しており、別々のループであることが示されました。これは SCP-836 の成長率を倍に増加させます。この時点において変形は表面上は周囲環境を模倣し、構造特徴が外部と類似します。この段階の SCP-836 は、周辺材料の均一的な密度低下とともに、周辺区画全体を作り変えることでも成長することができます。この段階において水源に接触していない場合、SCP-836 の成長速度は低下し、環境湿度の大規模な低下が引き起こされます。正確な必要条件は不明ですが、最低、kg に成長した SCP-836 が配管などの流水と接触すると、増殖状態に入る傾向にあります。この時点で変形した外層は崩れて流水へと入ります。ほとんどの個体との最初の接触で初期段階と似た成長が発生します。この方法によって SCP-836 は急速に拡散することが可能で、観測された一例では、日で、平方キロメートル拡大しました。ほとんどの非金属サンプルでは、SCP-836 実体は950度以上で4分間熱することで無力化されることが示されています。金属サンプルでは熱した硝酸の塗布が効果的だと示されました。回収記録。1990年、月、日、スロバキア共和国、にて、あるアパートの水と電力使用が2ヶ月で4倍になったことで、地元警察がインディカ系大麻、カナビスインディカ、栽培の疑いで調査した後に、財団は SCP-836 と最初に遭遇しました。警官からの報告を受けて、エージェント、トレジャールに率いられた九州チームによる調査が執行されました。現場に到着すると、建物の屋根の一部が陥没していることがわかりました。これは明らかに、瓦礫の中から発見された幅およそ1メートルに成長した金属によるものです。
壁にはおびただしい数の窓と扉があり、そのほとんどは原始的な機構しか備えていませんでした。一人の警官の死体、明らかに所持していた武器により自殺、が、扉を塞ぐように変異して成長した壁により封鎖された J.N. のアパートの浴室から回収されました。広大な成長により、構造物の地下は探索されませんでした。1990年月日初期28日の実験は構造及び周囲環境に対して成功しました。2000年月日まで地域は監視されました。